トランセンドは日本の競争馬。主な勝ち倉は2010年、2011年のジャパンカップダート、2011年のフェブラリーステークスマイルチャンピオンシップ南部杯ドバイワールドカップに着。場名の意味は英語で超越する。デビュー戦は2月14日の芝1800メートルの新馬戦で。 デビュー前から調教で小花見の時計を出し、注目を集めていたこともあり、一番人気に押されて、いたが二着に敗れた。二戦目も芝で登録していたが、フレグモーネのため出走を取り消した。三戦目のダートの未勝利戦で、初勝利を挙げると、不良馬場で行われた五百万下戦では、道中戦闘を進み、上がりサンハロンも、 最速となる37.9秒で後続に7場審査をつけ勝利した。ここで、陣営は、東京優春に出走することを考え、再び芝の京都新聞杯に出走した。芝で行われる競争は、新馬戦で2着に入っていたが、ここまでの勝ち倉は全てダートであり、5番人気であった。レースでは普段通り先行する者の,の直線でついて、行けず、勝った。 ベストメンバーから離された9着に敗れた。7月26日の千万下クラスのキリンさん、特別では小馬初対戦となったが、後続に八馬審査をつけ、レコードタイムで勝利した。2009年から新設された重症競争の,のレパードステークスでは、内田博之がイギリスで、起乗停止となっていたため、松岡正会に乗り換わりとなった。 スーニ、シルクメビウスなどダートで実績のある馬が出走していたが一番人気に支持された。レースでは二番手追走から直線で抜け出しスーニに三馬審査をつけて勝利した。早い時計が出にくい両馬場だったが勝ち時計は前走と同じタイムだった。同じ舞台で行われるエルムステークスでも一番人気に押されたが伸びきれず四着に敗れた。続く 武蔵野ステークスでは初めて後方に控え、直線で、じりじりと伸びてきたが6着に敗れた。安田氏は、芝とダートの切れ目を気にしたとコメント。レース後は、ジャパンカップダートには進まず、休養に入った。第11回ジャパンカップダート復帰初戦の、アルデバランステークスでは久々に、安藤勝美が起場。 4連勝中のフサイチセブンに次ぐ2番人気に支持され、直線でフサイチセブンを捉えて勝利した。レースは、ハイペースで進んだこともあり、1983年に、リューボーイがマークした1、56.6を1.2秒、更新する、レコードタイムでの決着となった。その後、4月25日のアンタレスステークスに1番人気で、出走。 先行集団でレースを進めたが、直線で伸びを欠いてしまい発着に敗れた。続く5月23日の東海ステークスでも一番人気で、出走、逃げて、束を引っ張る展開となったが、ゴール手前で中段から追い込んできたシルクメビウスに、かわされ2着に敗れた。秋は9月23日の日本テレビ杯から始動。レースでは、直線で、 フリオーソに交わされるも2着と逃げ粘った。11月7日の第1回ヤコステークスではスタートから花を切り、脚色は衰えることなくそのまま1着となり、前年のレパードステークス以来の重賞勝利を挙げた。その後に挑んだ12月5日のジャパンカップダートでは、エスポアルル CE、スマートファルコンが回避し不在の中、一番人気に支持される。 レースがスタートすると鼻に立ち、第4コーナーを回って、バーディバーディに迫られたがそこから突き放し、グロリアスノアの追い込みを、首差を抑えて、初の GI 競争優勝を果たした。JC ダート連覇初戦は2月20日の、フェブラリーステークス。前走と同じく、エスポワールシティ、スマートファルコンが、 不在の中、再び一番人気に支持される。スタートから逃げると直線では後続を突き放す展開となり、追い込んできた、フリオーソイカを尻ぞけに逃げ切って、GI2 勝目を挙げた。この勝利により、ゴドルフィンマイルへの出走を取りやめ、ブエナビスタビクトワールピサと共に、ドバイワールドカップに出走することとなった。そのドバイワールドカップではスタートから先頭に立ち、 最後の直線では同じく、日本馬のビクトワール・ピサとの叩き合いに敗れ2着と、赤敗した。秋は、日本テレビ杯からの予定だったが、出走を回避した。東日本大震災の影響により、東京競馬場で施行された第24回マイルチャンピオンシップ南部杯では、道中2番手から足を伸ばし、直線で、ダノン・カモンとの追い比べを制して、 GI3 勝目を挙げた。総恥じ1分34秒8は、東京ダート1600メートルの当時のレコードに比べ0.2秒差という、早い記録であった。11月3日の JBC クラシックは2番手を、追走し、直線で逃げる、スマートファルコンとの差を詰めてくるも2着に赤敗した。12月4日のジャパンカップダートは、大外枠から先手を奪うと、 直線でも脚色は衰えず、逃げ切り勝ちしジャパンカップダート史上初の連覇を達成した。2月19日のフェブラリーステークスに一番人気で出走。スタート直後の芝部分でスピードに乗り切れなかったものの交渉面でポジションを上げ、3コーナーで4番手まで進出したが直線で失速して7着と赤敗した。 2011年に引き続きドバイワールドカップに出走。3月15日、ドバイに到着した。3月31日のドバイワールドカップでは、スタートから花を奪って逃げるも3コーナーで失速し13着と、との負けに終わった。約7ヶ月休み明け後の11月5日に行われた、JBC クラシックでは、一番人気に押されたが、 勝馬ワンダーアーキュートと,と1.6秒差の3着となった。12月2日のジャパンカップダートでは花を奪おうと、下が奪えず、道中は3番手あたりを追走するが、3コーナーで失速し、そのまま持ち直すことなく16着と、との負けに終わった。12月29日の東京大賞典も7着と、この年は未勝利に終わっている。 一生もできぬままに終わった前年を受けて陣営が身体を協議し、1月3日に現役を引退して、種ボバへ転身させることを決断した。今後は、アロースタッドに移り、当地にて、第二位の馬勢を送ることとなっている。1月6日に、日本中央競馬会より1月9日付で、競争馬登録が抹消される旨の発表がなされた。2013年より種ボバとなった。 主な3区2009年のレパードステークス及び2010年の宮コステークスはいずれも新設住所として開催されたものであり、新設住所2章という珍しい記録を達成することとなった。また2011年に中央で実施された3つのダート G1 すべてに勝利したが、これも震災によるイレギュラーなケースで、新記録のチャンスを2度経験しどちらも達成する。 離れ技をやってのけたことになる。JRA 主催のダート G1、ジャパン1勝利数、4勝2位は、金引きりの3勝 JRA 主催のダート、競争獲得賞金額、5億7272万円には、エスポワールシチーの5億2204万円。ありがとうございます。